はい、皆さんこんにちは、プロボウラーの角田です。今日もね、各チャンネル見ていただいてありがとうございます。ちなみにね、各チャンネルを見てもらってる方は多分ね、他のプロボウラーのチャンネルも見てると思うんですよ。で、僕もね、結構他のプロの動画見てるんですけど、この間ね、男 YouTuber 対決ってやつを見たんですよ。水谷プロと碧プロ、加藤プロ、笹田プロの4人のやつで、あ、前回確かね、加藤プロクビやっていう話やって、確か3人でね、始まってたんですけど、全日本の33フィートをコードワンで投げるみたいな動画をね、やってたんですよ。でね、ちょっと待てと、33フィートでコードワンやったら俺もできるじゃんかというふうに思ったわけですよ。しかもショートコンディションやったらなおさらやりたいと思ったんですね。ほんでね、まあやりたいなと思ってたんですけど、どうしようかなって感じだったんですけど、そしたらね、いいタイミングで、まあ昨日ですよ、ヘキさんね、ライブやってたんですね、昨日。ほんでコメント入れました。ヘキプロ、僕もコードワンで33フィート投げていいですかってコメントしたんですよ。そしたらね、格闘は曲がらんからあかんって言われてほんで、でもね、30フィートやったらやっていいですよと、30フィートで、で、30フィートでコードワンってなかなか厳しいんちゃうかなと思って、もうレーンの半分までしかオイル引いてないですからね。まあでもね、短いのに関してはまあいけんじゃないのかなと思ってるんで、今日はね、30フィートコード1で、まあスペアボールは使いますけどね、もうコード1で30フィート全日本のやつですよ。全日本の33フィートをただ3フィート短くしたコンディションだから難しいです。はい、それをね、今から1ゲームやっていきたいと思います。ちなみにね、加藤プロね、クビになってたけど、確かね、違うボールでね、なんか似たような色のボールでやってて、で、まあ後出しじゃんけんみたいな感じで勝ってはったんですよね。何点やったかちょっと忘れたんですけど、まあね、ヘキプロが220何点ぐらいで勝ってたんで、まあ230点ぐらい出したら上出来なんかなって思ってるんですよね。あ、ちなみにね、安藤プロもね、やってましたね、この間。35フィートやったんかな、あれ違いますよ、安藤プロ33フィートでやらないと、難しさが違いますからね。はい、で、まあね、僕の中で、まあ、30フィートやんで、これハンデだと思うんですよ。33と30じゃえらい違いなんで、ちょっと今ね、体動かすためにね、ちょっと転がしたけど一個もポケットいかへん、抜ける刺さる抜ける抜ける抜ける刺さるぐらいの勢いで、ちょっと難しいね。200点いくのもちょっと無理なんちゃうかなと思って、これボールちょっと変えさせてもらったらなんとかなるかもしれないですけど、なんかソリッドのね、緩い球投げたらいける可能性はあるんですけどね、コード1っていうのがね、ちょっとね、まあレーンにはマッチしてないですよね、 30フィートやから。でね、ちょっと2000番だけ当てさせてください。2000番、コード1 2000番当てます。はい、それで今から1ゲームで、まあ目標は200点以上出せたらいいなと思ってます。で、あわよくば230点でもう僕の勝ちみたいなね、感じにしたいと思います。それではね、1ゲームご覧ください。よし、それではね、1ゲームやりますよ。頑張ろう。なんでもいい、倒れてくれ。よし、ストライクの後は大事、絶対欲しい。ああ、引っ張った。もう
下手くそやな今のは。これも難しいからな。危なっ。セーフセーフ。ああもうせっかくストライクの後やったのに。むずいわ。それはむずい。なんか攻略法はないのか。ちょっと内から投げたらどうなんやろな。いや内からなんかないよな。やってみようか。あるのか？あるのか？いやでも今のがもう一回できるのかっていう話やな。よし、ストライクの後やからな、大事やぞ。頼む。もう一回同じところ。行くぞ。いいやん、今のめっちゃ良かったな。ダブりました。チャンスです。行きましょう行きましょう。ちょっとな、僕の苦手なこの外に振るっていう作業があるから、あれちょっと内に落とすとね絶対刺さるんですよね。外に振る。もう一個もう一個。お、えんちゃん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 、おっしゃー。うお、これは頑張れ俺。頑張るんだ。チャンスやぞ。これよこれよこれ、打ちミス。まあでもターキーになっただけまだよしとしようね。もう一回ぐらいチャンスあるやろ。うん、スペアはちゃんと、スペアはちゃんとやね。行こう行こう行こう。行ける行ける。よっしゃ。よっしゃ。あるで、あるで、あるで。あるで、これは。あるで。
調子乗ったこれや。調子乗ったから。200いかん？あかん？いや、これはまだでも取れるチャンスもあるよね。意外とフェアボールはこのライン投げると曲がらんから。あかん。うわ、まだギリ200点もあるな。200点にはしたい。お、エンチャー。そんな。フェアボールでね。オーケー。わあ、今のは良かったな。もう一ゲームやりたいな。どうしようかな。ああ。はい、1ゲームね、投げました。最後の割れがちょっとね、きついな。あれちょっと調子乗ったからね、刺さっちゃったね。ただね、202点、まあね、33フィートと30フィートでやるからハンデあるんちゃいますか。うん、3フィートやから30点ぐらいハンデもらってたら僕の勝ちかな。うん、いや難しかった。うん、30フィート。これ男 YouTuber さんたちはもし30フィートでコード1投げたら200点出んのかな。まあ僕よりもね、上手いプロばっかりなんでね、まあ出るんちゃうかなと思うんですけど、うん、でも僕よりも球は上がりますからね、多分ね、もっと難しく感じる可能性もありますよね。はい、またね、なんか機会があったらチャレンジしてもらいたいところですね、30で。はい、それではね、今日は僕の負けかな、負けということで終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。